久しぶりかいな。マルタースリオサリアコ来てバルンドラックからは4番テアリングタクトも一気の足で迫ってくる。抜け出している7番のウィンマイティですが、一気にかわした4番のテアリングタクト、テアリングタクト2冠達成、ゴールイン。収まりました。スタートしました。ほぼ揃いました。広がっています。まずソトラチ沿い14番ヴィンチェーレ出ていきますか。間からは8番グッドステージ、そして9番のゴーゴーチアフル、内は5番シャイニールミナス、前3頭です。あとは2馬身差、7番のベントボーチェが4番手につけて、外1番ラフィンクロンドです。あるいは6番リベールが行って、内4番ワッツフォーデビー、さらには14番ヴィンチェーレイカレ。さあ各馬前半の 500m を通過しています。先頭はわずかにストトラチ沿い、9番ゴーゴーチアフル、ゴーゴーチアフル先頭で、そして2番手はどうか、追い込んできた7番ベントボーチェ、ベントボーチェが2番手、その内からは5番のシャイニールミナスが今3番手の体勢です。あとは広がっています。さあ先頭変わった、7番ベントボーチェ、ベントボーチェ先頭、内から5番のシャイニールミナスが2番手に上がっていくか、追い込んでくるのはグッドマックスだと、先頭7番ベントボーチェゴール。ベントボーチェ人気に応えました。勝ち時計55秒1。2番手は最後微妙、一旦2番手に上がった開幕週では厳しい。外から13番グッドマックスで係員が離れます。スタートしました。さあ先行争いです。横に広がっている番のボーンスキルフル、その内からはファンタジーステラ、それを追ってサンライズカナロア、内からは6番のサイドストリート、そしてその後ろからホームスクラムが追ってくる。あと 150m、 先頭8番ボーンスキルフル、内で7番のファンタジーステラ食い下がって、外から追ってくるのはファーストアーズエバー、先頭8番のボーンスキルフル、ゴールイン。外から16番ファーストアーズエバーが迫りました。7番のファンタジーステラ3番手ポーズ。あとは外接近する15番ランテーナモアです。その後方に外から16番ダイヤモンドライフ、あとは11番ペプチドサクラ、そして2番のブレイムドーターと続いています。さあ残り半分になっていますが、前は13番ルドラクシャ、内は6番マッシリア、間から10番北のギャラクシー、前3頭内中外離れています。その後ろに16番ダイヤモンドライフ、あとは14番レオハイセンス、その後方は開いてしまった。前は13番ルドラクシャ先頭、2馬身リード、10番北のギャラクシーをかわして14番レオハイセンス、3番手から2番手先頭を追っている。しかし13番ルドラクシャ先頭でゴール。差を詰めた14番レオハイセンス2着3着接戦、10番北のギャラクシーと16番ダイヤモンドライフです。イエスアイブー。13番ルドラクシャ先行争いから抜けて最後後続をしのいでいます。残り半分を迎えますがまだ広がっています。わずかに15番トランプ先頭、1馬身リード、そして16番コンピレーションが2番手、あとは広がって内4番ウィン・アイルビーと現在3番手、あとは13番グラセルガシー、そして馬群の中に5番エムオールビー。外の2頭の争いは今度は16番コンピレーション先頭、そして15番トランプ2番手、13番グラセルガシー3番手、8枠2頭の争いは16番のコンピレーション先頭で合理。2着は15番のトランプ、開いて3着13番グラセルガシーの入線です。8枠2頭の決着、結局、はい、15番のトランプの内側にコースを取った16番のコンピレーション。バカラクイーンが現在3番手、外からは13番のエヴァイエ、16番のマッタナシと差がなく続いています。前の争い15番の東方レジーナ先頭、2馬身から3馬身リード、2着争い大混戦クルークバール、バカラクイーンエヴァイエ接戦、東方レジーナゴール。2着争い結局3頭接戦、7番のバカラクイーン、1番クルークバール、13番広がっていますが、わずかに14番ジョーカナちゃん先頭、体半分リード、追っている10番ライオンボスが2番手、あとは広がって15番ヒロイックアゲン、内からは4番ラブカンプー、あとは16番クールティアラ、ようやく12番大名プリンセスも現在 5,6 番手争いですが、前は14番ジョーカナちゃん、内から接近10番ライオンボス、14番ジョーカナちゃん、内から10番ライオンボス接近して並んでゴール。3着はどうか、12番大名プリンセスか、15番ヒロイックアゲンか、ライオンボス強いね。10番ライオンボス届いたかどうか、そして外は14番ジョーカナちゃんです。タイムは54秒2。10番ライオンボス、そして14番ジョーカナちゃん、この2頭並んだところがゴール。
10番ライオンボスが捉えていますと、新潟直線 1000m は4勝目となりますが、果たしてどうか。14番ジョーガナちゃんが先手。これとか。これみたいに、綺麗に決まりません。こういう買い目になります。まさかす、残り400を通過。そして外からは6番のロードドミニオンが接近して直線コースへ向かいました。外から14番カバートが今3番手から2番手、そして内を狙っている5番のサンライズミリオンで、外からは13番、外から3番のトモジャアルバンド、外から3番のトモジャアルバンドが、さあ14番のカバーとともに、さあ馬体を制して追い比べ伸びてくる。しかし内を応戦する16番の名将まさかす、ゴール前は接戦になりそうだが、外からじわりじわりと足を伸ばしてくる。外から12番のさ電光維持の足を伸ばしてくるが、さあ前の争いですが、電光維持、そしてトモジャアルバンド合理。まあ、ええわ。並んで4番手5番手第4コーナーからさあ直線です。外からエバーノのタモムティータイム接近、直線コースへ向かっています。先頭は1番のダンツイノーバ、ダンツイノーバが先頭です。現在山人気馬、現在2番手の位置が頑張っていますが、外をつきましては、さあアージオン、さあそアージオンが接近してくる。そして内から接近してくるのが12番のムジカ、ムジカが接近して1番のダンツイノーバに迫る。今度は一気にかわした。先頭12番のムジカ、1番のダンツイノーバ、そして5番のさあ山人気は2、3番手争い。12番のムジカ先頭5位。外れるんかい。いっぱいダンツイノーバがつけまして、これから4コーナーカーブしてまいります。さらにオーストグンとまくるように17番のアンビュレートなど位置を上げていきました。直線コースへと向かいました。さあ先頭ですが6番のフリークアウト、2馬身とリードを取りました。2番手1番のマルタクロス、外から3番ハートフルグラムが接近、そして内にコースを取った2番の高野マルヒ、前に接近できるか。前の争いですが粘り込みを図ります。フリークアウトに今度はマルタクロス、そして3番のさハートフルグラム、そして外からは15番のコンヒテールがぐーんと伸びて、さあ突き切って5位。最後は15番のコンヒテール。8レースも、ブブー。切ってこれから4コーナーカーブです。
9番のオスカールビー後続との差を広げました。3、4馬身と広がっています。3番ウィンルチルが外から2番手に上がってきます。内は1番のトロハク下がって第4コーナーカーブから直線コースに入りました。その後7番ティグラーシャ、6番のハローユニコーンが続いています。さあ逃げる逃げる9番のオスカールビーリードを4馬身キープ。2番手に7番のティグラーシャ上がってくる。そのうちから5番のハギノカエラが追って、外は8番のコパカティ2着争いから前へと迫る。内出し水9番オスカールビーを追って7番のティグラーシャ、外から8番のコパ、今ゴールの瞬間映し出されます。逃げ切りました。9番のオスカールビーです。鞍上は坂井隆成騎手。坂井隆成騎手今日3つ目、 2,3 着写真は8番のコパカティ、7番のティグラーシャ、写真判定4着5番ハギノカエラ、5着4番のフラルです。めちゃラッキー。京都9レース。